吉田正史42歳、ここの施設の相談員、あとは責任者してます。ここの施設はどんな施設ですか？基本的には、引きこもりの自立支援、一応対応はしてます。引きこもりって何ですか？ズバリ。自分の力で生きれなくなって、人と接しなくなっていった人を僕は引きこもりだとは思ってます。いっぱいいらっしゃるものなんですかね、引きこもりの方々って。マスコミとかに出てる数字っていうのは、市町村への相談件数だったり、まあいろんな説がありますよね。つい最近の川崎の事件とか、19人刺殺の殺人事件、そうですね、はい、官僚さんが自分の息子を刺した事件とか、どちらも引きこもりが起こしてる事件になるんですよ。だから僕は200万人、うん、300万人いると思います。実際に事件の後からの問い合わせの数っていうのは、それまでの問い合わせ数の5倍は軽く超えてるぐらい。どんな問い合わせが来るんですか？いや、うちに引きこもってる子がいるんですけど、どうしたらいいですかっていう電話が。なるほど。じゃあみんな危機感を覚えて、はい、中には僕も引きこもってて殺意が芽生える時があるけどどうしたらいいとか、そういう相談もあります。なんて答えればいいんですかそれ。人を殺して自分が幸せになるもんなのっていう感じから、話に入っていくようにしますね。人々はなんでどうやって引きこもりの生活を始めるんですか？やっぱ生活に必死になっている家庭には引きこもりってやっぱ少ないんですよ。平均よりも裕福な家庭の方に引きこもり不登校って多いんですけど、だから単純に甘えてる、うん、甘やかしてる。僕の中では 8-2 で男性の方が引きこもりは多いです。まず最初に簡単に自己紹介をしていただけますか？はい、僕は青森県からここに来た14歳の中学3年生です。僕は今大学生やってて20歳前半です。25歳で。なんか例えばここに来たきっかけは何ですか？ずっと家にいて仕事を探すことができなかったので、うん、それで学校に行かないで家でテスト、まあ、テレビや読書ばかりしていて1年間ぐらい引きこもっていたのでここに来てしまいました。僕恥ずかしいんですけど、ちょっと引きこもりになってて、まあ親とか、家族身内が心配してくれたんで、ちょっとこちらでお世話になってるっていう声です。引きこもり歴ってどれくらいなんですか？だいたい3年ぐらいですか？なんか今ここに来て何日目で、はい、なんかいつ頃卒業の予定ですか？僕まだ4日目なんですけど、卒業は結構条件厳しくて、この子は何が足りへんか、何がダメなんか、社会に出てまだ何が足りへんかっていうのをスタッフさんが見極める時間があるんですね。それがちゃんとできたらほんまにできるかどうかっていうのを試すためにバイトするんですね。ちゃんとできているかっていうのを確認取ったら卒業という風な形になってます。じゃあここに来た初日のことって覚えてますか？初日はもう頭が真っ白で絶望しました。それどんな感じで、はい、まずここに来たんですか？旅行っていう話で青森から東京のおばあちゃんの家に来て、はい、2、3日したら吉田さんたちが迎えに来て、で3時間ぐらい説得されて渋々来ました、ここに。吉田さんがなんかこういう施設のものですみたいな感じだったかな、うん、はい、それ言われた時、うん、どう思いました？親からは働かないんだったらそういうところも考えてるからみたいなことはもう言われてたんですよ。それでなんとなくもう、なるほど。朝起きたら
知らない男が3人入ってきたっていう。え、家に？はい、鍵は開けて入ってきましたからびっくりしました。僕はいや、びっくりしますね、はい、え、それはご家族が お願いされたんですか？そうですね。なんか未来での1日の流れを教えてもらえますか？7時起床で、うん、7時20分までに朝食で、9時に寮を出発して、で農作業の手伝い場所に向かいます。で、その、昼ご飯を取った後に、まだ別のところでボランティアして、この家に帰った後は、お風呂入ったりして、9時になったらミーティングがあって、それで何がダメだったか、これからこう改善していいのかっていう、みんなのディスカッション、話し合いみたいな。そうですね。この学校の一番素敵なところってどんなところですか？はい、僕は協調性かなっていうふうに思いますね。やっぱり僕たち一人一人って引きこもりだったんで、その協調するっていうことが、協調するっていう機会がやっぱなかったんで、やっぱ初め来た時ってなかなかできないですね、他人のためにやるっていうことが。まあ、それをスタッフさんがまあ厳しくしたり、まあ、ここのいいところだと僕は思います。ここって実際の、なんだろう、滞在費というか入学金とかっていくらぐらいなんですか？入学の時の初期費用は30万ぐらいです。それにはお迎えに行く費も？お迎えに行く費用はそれとまた別でつきますね。お迎えの距離も全然違うんですよ。例えば関東のお迎えであれば、だいたい5万円から10万ぐらいの間で行けるんですけど、例えばそれが関西だったりとか四国九州とかってなってちゃうと、やっぱり15万。車で行くんですか？車でほとんど行きます。今ここにいる生徒たちは普通の生活に戻してる子たちなんですけど、実際僕らが迎えに行く次元の時、人生としては沈んでしまってる時なので。なるほど。さっきの女の子でもそうですけど、女の子が髪の毛家の中でくっついちゃって、溶かすことができないって想像できます？お迎えに行くこの中には1ヶ月お風呂入らないとか結構ザラなんですよ。もう記憶ないっていうぐらいまでお風呂入ってない子とかもいるんですよ。そしたらその子に近づいた瞬間に結構な。そうですよ。だからそういう子を公共の交通機関に乗せられないっていうのもあるんですよ。だから車なんですね。っていうのと、あとはやっぱり不安定な状態になるわけですよ。家から出すわけですから、どうしても変な気持ちを起こしちゃう可能性が高いんです。逃げるとか？そうですね、人を傷つけるとか。でも車であれば話してこれるんで、不安にさせてはいけないんで、だから費用も高くなるんですよ。なるほど、はい、なんかここにいる在校生の方々の、はい、大体の平均滞在期間ってどのくらいなんですか？大体6ヶ月ぐらいです。もともとは5ヶ月半ぐらいが平均だったんですけど、徐々にやっぱちょっと伸びてしまってる。で、ちょっと伸びてるにも理由があって、うん、僕らがここでのやっぱりノウハウみたいのをやっぱり分かってきたので、症状重い子を入れるようになったから期間が伸びてるだけです。日本にはじゃあ他にも引きこもりの方向けの学校とか施設ってあるんですか？いっぱいありますね。免許とかも特にないですし、実際にね、本当地元の子だけを対象にしてるところもあれば、お坊さんが、お坊さんの仕事しながらにして生徒預かるところもあれば、だからもう本当にいろんなところがありますね。なるほど。悪いところもありますし。例えばどういうふうに悪いんですか？食事だけ与えて親が払えなくなるのを待つとか。訴えられません？訴えられます。訴えられて会社名変えてまた出してます。引きこもりの方々に対しての、まあ、一般的にあるよくありがちな誤解とか間違えたイメージってどんなものがありますか？よくね、テレビのコメンテーターの方とか、親の愛情が足らないとか、全く関係ないです。むしろ関わりすぎ、ほっといてあげた方が将来強くなるんですよ。自分で遊びを見つける、自分で友達を見つける、なのにそこに親が入ったりゲームでそこを補ったりするからどんどんブレる。じゃあ引きこもっていることってどれくらい深刻な問題なんですか？最後は、
人としての理性なくしますからね。命の大切さとか、うん、人が苦しんでることとかそういうのをわからない人間になってくる。自分が不幸せなのに周りの人が幸せでいることが許せなくなったり、そういう心理状態に変わります。最後は最後に、はい、日本ではこれから先引きこもりの方々でどんな風になっていくと思いますか、はい、なんかもっと深刻で大きな問題になっていくと思いますか。なると思います。もっともっとなると思います。あ、今国が動いたりもっといろんな人が動かなかったら、僕はまだまだ大きい問題になると思ってるんで、この世界でもっと僕は頑張んなきゃいけないんだなと思ってますけど。